どうもこんにちは、トイズキングのホルミです。どうもどうも。今日ご紹介する商品はですね、フィギュアじゃない。ちょっとね、やっぱりもうすぐハロウィンなので、あっていうやつが見つかったので、それを紹介いたします。その商品はこちらです。じゃーじゃん。はい、こちらぬいぐるみ、ぬいぐるみなんでございますが、こちらはですね、ラゲディアン、こっちがラゲディアン女の子、そしてこっちがこのアンの弟のラゲディアンディという布でできたぬいぐるみ人形でございます。まあ、昔のアメリカではこういったものがね、主流だったのかな。ちょっとこちらね、もうすごい古い歴史を持っていましてね、最初にこっちのラゲディアン、ラゲディアンちゃんがね出てきたのがね、1915年ぐらいですかね。イラストレーター、絵本を描いてたり、まあなんか、まあアメリカの新聞だと絵を描いたりする仕事があったんですけど、それの仕事をしていたジョニー・グルエル氏が、娘が屋根裏部屋で、まあこの顔がなかった人形を見つけて、その顔がないからって言って、でこう描いたお人形がこちらのラゲディアンになるんですけど、それでね、その後にね、やっぱり娘の影響でこのお人形を主人公にした絵本だとかが出版されるっていう形になって、それでその後に、まあ1920年ぐらいかなに、こちらの弟ラゲディ・アンディ君が登場するんですね。でも一緒に冒険するという絵本だとか書いて、でもその前にまあ人気が出たので、このラゲディ・アンで手作りでね、 いろんな言い伝えがあるんですけど、こっちのラゲディ・アンちゃんを手作りで作って売り出したという。でその時にこの胸のところにキャンディーハート、まあちょっと硬いラムネ硬いラムネのやつでなんか文字が書いてあるっていうの時々あるじゃないですか。あれで俺あれをこう縫い付けて売ったという小説があるんですけど、で今これキャイヤーンだよね。服をあげると胸のところに I love you って書いてあるんですね。こういう風です。まあやっぱり昔のね、人形はこういうね、布で作って、で中にどうなんだろう、綿入れてたのかな、綿入れたり藁を入れて、それで外は布で作って、でまあ顔はやっぱり刺繍でね作ったり、あとはもう描いたりして、自分家で手作りで作って子供に与えたっていう、そういうのがありますね。でまあこれもう、105年だよ、歴史すごいよね。こちらの人形たちはいつ発売されたのか知りませんけど、まあちっちゃいやつで兄弟一緒っていうやつですね。で話は変わりますが、そう、こちらのラゲディアン人形、こちらちっちゃいんですけど、まあ、大きさがね、もうちょっと大きいのがあったり、もうもっとちっちゃいのがあったり、これぐらいのだったりっていうのがあるんですけど、もっと大きいの、大きいのつったら、まあ、頭がこれぐらい、まあここから、まあこれぐらいかな、これぐらいの大きさで、体もここから、まあ、これぐらいじゃないですかね。うん、多分そういう人形があるんですけどそれ映画のホラーっていうのかな、スリラーなのかな、映画、司令官ザ・コンジュリングっていう映画、あれのアナベル人形、アナベル人形の映画もあるんですけど、そのアナベル人形、あれ木かなんかで作ってあるじゃないですか。それでなんかすごい気持ち悪い顔の人形で、でもあれは本物じゃなくて、本当のアナベル人形はラゲディアン人形なんですよまあ大きいアナベル人形でございます。まあこれは呪われてはおりません大丈夫、これが本物のアナベル人形で、映画でエドとロレイン・ウォーレンというまあ夫妻がいて、心霊研究家で昔から活躍してるんですけど、すごい世界的に有名なんですよ。それでまあこれもうちょっと大きいけど、これが本当にエドとロレイン・ウォーレンの家の、ね、呪われた品々のミュージアムにこれが本当に入っております。
一回出したんですよ、裏話。知ってる人はいるのかどうか分からないですけど、アメリカで今、うん、まあシーズン、まあ、何シーズンか忘れちゃったけど、まあ私はもう10年以上見てるんですけど、ゴーストアドベンチャーズっていうテレビシリーズがございます。そこでロレインとエド・ウォーレンさんの娘の夫がそれをまあ大金はたいて、じゃあ出して持ってってやるよっつって出して、出しちゃいけないのにでそのアナメル人形をそのテレビ番組で映してどうなるかとか言ってやってたんですけど、ちょっと、うん、まあそのまあ、触っちゃいけないって言われてるんですけどね、まあ、ちょっと番組の進行してる人がちょっと触っちゃったんですけどそれでもうカッとなって、もうそこからもう人形を取って家に帰っちゃったっていう話があるんですけど、っていうかまあ、うん、見れるんですけどねディスカバリーチャンネルだよ、うん、その後からまだ SNS でなんか誹謗中傷のようなこと書かれたりしてますね、うん、多分アナベル人形の中に入っている何かがお婿さんお婿さん操ってたんじゃないかなと私は思いますけどね。でもね、うん、都市伝説みたいな感じこちらね、ラゲディアンとラゲディアンディ、ね、105年の時を経てまだまだ売られています。可愛いっちゃ可愛いんだけどね最初は赤毛じゃなかったらしいですね。大量に作り始めた時に買ってる人たちからこう どうですかっていう、まあ、いろんな意見かなんかをもらって、それで本当は茶色だったんだけど赤毛にしたっていう伝説があります。こっちもそうですね。はい、ラゲディアンディ絵本を見つけたらね、買って読んでみてください。今回はちょっとねハロウィン近いのでちょっと都市伝説とあとちょっとホラーを取り入れてみました。はい、マスクが喋る都度に落ちてきますこんなものもありますせでも呪いはかけちゃいけません。本当はね、人形にはね名前つけたりしてはいけないからね。うん、ダメよ、禁句よ、あタブーよというわけでございます。こちらね、うん、ちっちゃいお子様いる方絵本どうぞ今年で105年だ。なのでジョニー・グルエル氏でございます。お忘れなく。それではまたお会いいたしましょう。え、はい、ラウス。推しか、まあ、事実上ちょっと絶版になってるもので、かなり価値のあるブラックゼウス、ネロマシンとか、僕にとっては世界一の宝物になるんですよね。